アルフレート・フォン・キガーレン・ベヒター・アルフレート・キダーレン。1868年から、アルフレート・フォン・キダーレン・ベヒターは、ドイツ帝国の外交官。キダーレン・ベヒターは、元オーストリアのコブラッハに位置する、ノイブルクから出た一族の出身である。白な飯職人であったミハイル・キダーレンに始まる。この一族は、1610年から、南ドイツの都市ウルムの市民となった。アルフレートは、 ビュルテンベルク王国の宮廷銀行家、ロベルト・キダーレンとマリー・ホンベヒター男爵霊場との間に生まれた息子であった。父ロベルトは1852年にビュルテンベルク王冠勲章の市民功労章を授けられ、一代限りの貴族となった。1868年にアルフレートの母、マリー・キダーレンは未亡人として子供たちと共に、 ビュルテンベルクの世襲貴族に列せられた。同時に名前と紋章を聖火のフォン・ベヒター男爵家と統合させ、フォン・キダーレン・ベヒターとなった。1868年から1870年にかけてキダーレン・ベヒターはグリマにある王立寄宿学校に通った。不仏戦争には志願兵として参加し、その後1877年まで中便縁、ライプツヒ。 ストラスブールの大学で法学を収めた。中便現時代、学生組合に積極的に参加した。1877年になると、キダーレンベヒターは、ドイツ帝国の外務省に入り、コペンハーゲン、サンクトペテルブルク、パリでの職務を与えられた。1886年に彼は、在コンスタンティノープル交換の公使官参事官となり、1888年には、 外務省の顧問官へと昇進した。キダーレン・ベヒターは、東方問題に関わる部門でキャリアを重ねていった。古紙雑誌、クラダラ・ダッチュで、侮辱的な記事を書かれたとして、キダーレン・ベヒターは、同志の編集者、ビルヘルム・ポール・シュトルフに決闘を挑み、肩を負傷させた。この結果、彼は4ヶ月の常細菌固形となり、1894年に、 エーレンブライトシタイン要塞で2週間以上刑に服さねばならなくなった。ただし彼の外交官としてのキャリアは傷つくことなく、翌年1895年にはコッペンハーゲンの講師に任命された。その3年後、ビルヘルム2世に関しての歯に衣着せぬものいいから、キダーレンは皇帝の不況を買うことになり、その後10年間外務省の主流から離され、 ブカレストに公使として置かれていた。病に倒れた在コンスタンティノープル大使の代理人として彼はバグダード鉄道の建設を指揮した。1908年、キダーレンは外務大臣代理に任命され、その交渉手腕によって彼はボスニア危機を乗り切った。また、独仏のモロッコに関する協定を取り決めることができた。帝国最小ベルンハルトフォンビューローが辞任した後、 1910年にキダーレンは外務大臣となった。キダーレンの追求した外交方針は1911年の第二次モロッコ危機で深刻な反動を受け取ることになった。ドイツ帝国は西アフリカのわずかな領土を獲得したのみでモロッコにおける野心を断念しなければならなかった。 玄関競争に関するイギリスとの交渉は1912年に成功することなく終わった。キダーレン・ベヒターは1912年にコニャックを一気に6杯煽った後、心筋梗塞で亡くなった。ありがとうございます。